幸せは自分を知ることから始まる。この自分を知るワークをやっていきましょうというものです。皆さんこんにちは。女の幸せは愛にお任せ、愛チャンネルへようこそ。今日はですね、皆さんと一緒にこの時間の中でワークをねやっていきたいと思っています。イエーイ、このねワーク形式でちょっと今日進めていくんですけども、セミナーとかはこう何時間もかけてとか何日もかけてとかって講座はねやったりとかもしてますので、その中からちょっとこうほんの短い時間でもできるような、そしてこう皆さんの中ですごくこう自分を知るいい気づきになるようなものをちょっとチョイスしてやっていきたいと思っていますので、ぜひね最後までご視聴ください。でこの、自分を知るということなんですけど、なんで自分を知ることが必要なのか、この幸せに生きていくためにっていうとですね、自分にとって何が幸せなのかとかっていうのがわからない限り、幸せに生きるために必要な選択を私たちはしていけないんですね。だから自分にとっての幸せが何かということを、知っていくことが必要になってくるんです。でそのために必要なのはまず自分を知ることですね。でこの自分を知るというのも、なかなか毎日忙しい、日々を過ごしていると自分のことを知る時間って取れないと思うんです。だからぜひ今日はこの時間をチャンスに自分を丁寧に見てあげる、そして知ってあげる、そういった時間を過ごしていただければなと思っています。で一旦この動画最後まで見ていただいて、その後でこのワークをして、自分の中でこう止めながら実際に書き出しをしながらやっていただけるのが一番効果的かなと思います。さあそれでは早速ね、このワークの中身に入っていきたいと思うんですけれども、自分を知るっていうことやっていきたいと思うんですけど、3つに分けてちょっとやっていきたいなと思ってます。でまず1つ目は自分の好きを知るです。自分にとっての好きを知る。でこの自分にとってのこの好きを知っていくというために必要な質問を、皆さんに5つやっていただきますので、ぜひですね、書き出しノートとペンを用意してやってみてください。で私たちが幸せに、生きていくためには、自分にとっての好きがどういったものなのか、ここを、知ることは、非常に大事です。どうですか皆さん、こう好きなことやってる時だとか、好きって思ってる時だとか、あと好きな人と一緒にいる時、幸せ感じてませんか？ね、やっぱ好きっていう時間を過ごしてる時ってもう理屈抜きに幸せなんですよね、私たちって。だからちゃんと自分の好きを知っていく必要があるというわけなんです。さあそれではですね、始めていきたいと思うんですけれども、このまず一つ目はあなたがワクワクする時はどんな瞬間ですか、そしてどんな時ですか、これを書き出してみてください。ワクワクする時です。人によっては旅行の計画を立ててる時とか、旅行中とかっていう人もいるだろうし、あと仕事してる時っていう人もいるかもしれないですよね。であと自分の趣味を何かこうやってる時っていう人もいるかもしれないし、好きな人と何かこう遊んでる時っていうのもあるかもしれないし、その好きな人と遊んでる時っていうのがあったら、その遊びはどんな遊びの時なのかとか、ちょっとこう詳細に書いていくといいですね。あなたがワクワクする時、あとワクワクする瞬間、どんな時ですか？何かいい映画を見つけた時っていう人もいるかもしれないし、好きな本を見つけた時っていう人もいるかもしれないし、こう何か家具を揃えていたらね、自分の部屋に合いそうなこのものにパッと出会った時とかっていう人もいるかもしれないし、これ正解ないです。自分が好きなように自由に書いてみてください。もう自由に書くのがね一番です。正解はありません。あ、ワークのペースは皆さんね、動画とか止めながらゆっくり書き出しをしてくださいね、書き出せるもの全部書き出したら次に進んでください。時間はゆっくり使ってもらって OK です。というか時間はゆっくり使ってもらった方がいいです。では2番目いきますね。
2番目は、あなたが夢中になることは何ですか？あなたが思わず夢中になってしまうこととか、夢中になることは何ですか？ね、体を鍛えることっていう人もいるかもしれないし、何かお料理をしてるときとかね、お片付けしてるときっていう人もいるかもしれないし、仕事の企画書作ってるときとかっていう人もね、いるかもしれないし、私はこうセミナーとか講座のコンテンツを作ってるときはもうめっちゃ集中して夢中になったりしますね。で、あと好きな映画とかドラマ見てるときとかもないかな。こういった形で自分が夢中になってしまうとき、あとね、美容商品を何か見つけるときとかも結構夢中になってますね。で、これももちろん正解はないです。自由に書き出してみてくださいね。では続いてです、3つ目です。あなたが人に言われて嬉しい言葉は何ですか？人から言われたら嬉しいことです。綺麗だねもね、あるかもしれないし、可愛いねもあるかもしれないし、頭がいいねって言われるのが嬉しい人もいるかもしれないし、面白い人だねって言われるのが嬉しい人もいるかもしれないし、まあ、あなたのおかげで本当にこう自分自身ね、楽しく過ごせてますっていう、そういったことを言われるのが嬉しいっていう人もいるかもしれないし、これも様々です。ちょっと広く考えて、ね、いっぱい書き出してみてください。続いていきますよ。続いてはあなたが感動してしまうとき、感動しちゃうときはどんなときですか？これもね、書き出してみてください。ね、例えば人の一生懸命な姿に触れたときとかっていう人もいるだろうし、何か自分自身がこう一生懸命頑張ってそれを達成したときとかっていう人もね、いるかもしれないし、人によってこれも様々ですよね。なんか自分が好きな映画を見たときとかね、感動して泣いちゃうっていうね、もう感動して泣くぐらいのことがいいですね。もう感動して泣いちゃう時ってどんな時ですかっていうね。なんか人によってはこう自分がサポートしている人がこう幸せになっていく時とか、大事な人が幸せになる時とかね、幸せに笑顔で過ごしてるとかね、いう人もいるかもしれないし、これも様々なんじゃないかなと思うんですよね。で、正直に書きましょうね。こうじゃなきゃいけないっていうのは一切ないですので、自由に書いてみてください。そして5つ目です。5つ目が、あなたが幸せを感じるときはどんなときですか？どんな瞬間ですか？ちょっと思い返してみてください。あ、幸せだなと思うときですね。好きな人とご飯食べてるときとか、好きな人と夢を語り合ってるときとか、信頼できる人たちと一緒に何かをこう取り組んでるときとかね、いろいろあると思うんですよ。幸せだなって感じるとき、お風呂に入っているときっていう人もいるかもしれないですよね。こう本当にね、自由です。たくさんたくさん書き出してみてください。今ね、5つ質問しました。この5つの質問を、書き出しをして、たっぷり時間をとってやってみてください。これがね、自分の好きを知る質問になっています。さあ、続いて今度は何をやるかというと、自分の嫌いを知っていくです。さっきは好きを知るようになりましたよね。今度は逆に、自分が嫌いなものとか、避けたいなと思うものとか、この自分の嫌いを知っていくということも、ね、非常に大事です。嫌いなものってありますよね。人ですから、好きなことばっかりじゃないと思うんです。ちゃんと物事って陰と陽両方があるので、陽だけではなく自分の中の陰も知っていく、これがちゃんとした意味でね、自分を知ることというものですね。さあ、じゃあこの自分の、嫌いを知っていく質問をやっていきたいと思うんですけれども、まず一つ目です。あなたがイラッとしてしまうときはどんなときですか？正直に書き出してみてください。何でもいいんです。イラッとしちゃうときです。何かこう上から目線で言われた時とかね、もあるかもしれないし、何かこう決めつけられた時とかっていう人もいるかもしれないし、何か価値観を否定された時っていう人もいるかもしれないし、やろうと思ってたことにストップかけられた時とかもあるかもしれないし、まあ、このイラッとするのも人それぞれ様々だと思うんですね。ちょっといっぱい自分がイラッとした瞬間をちょっと思い出してみてください。正直にね、ちゃんと書くのがいいです。人に見せるものじゃないので、自分のために、自分を知るためのワークなので、正直に書き出しをしてみてくださいね。続いて2番目です。2番目が、
あなたが不安になってしまう時はどんな時ですか？自分自身がこう不安になる時ってどんな時だろうっていうのをちょっと思い返してみてください。でもしも今不安だなって思ってることがあったら、その不安なことを書き出してみてください。で人によってはこうお金のことっていう人もいるかもしれないし、まあ、人間関係のことっていう人もいるかもしれませんよね。で様々だと思う。なんか仕事のことっていうねもあるかもしれないし、じゃあそのジャンルの中でどんなことに不安になるのかっていうのも書き出してみてください。できるだけ具体的に書き出した方が自分を知ることができますね。しっかりと正直に書き出してみてくださいね。さあ続いてです。あなたが悲しいなぁと感じる瞬間、感じる時はどんな時ですかという質問です。悲しいなと感じる時、何かね理解してほしいと思ってたことをこう理解してもらえなかったりとかねっていう人もいるでしょうし、でこの理解してもらえなかったっていう時にどんな人に理解してもらえなかったら悲しいのかとか、そういったところまでこう具体的に分かるといいですね。大切なものを失う時って悲しかったりもしますよね。だからそういったものを失う時とかっていうのもあるかもしれないですし、しっかりと自分と向き合いながらどんな時に悲しいと思うのかなっていうのを書き出してみてください。さあ次です。4つ目、自分のモチベーションが下がってしまう時はどんな時ですか？自分の気持ちがね、こうモチベーションが下がってしまう瞬間とか、下がってしまう時を知っておくというのも非常に大事ですね。さあ皆さんにとってモチベーションが下がっちゃう時ってどんな時でしょう？誰かに何かを言われた時っていう人もあるかもしれないし、何か思うようにことが運ばなくなった時ねっていう人もいるかもしれないし、人によってはこうお肌の調子がね悪い時とかねっていうのもあるかもしれないですよね、ちょっと太った時っていうのがある人もいるかもしれない。何かこうモチベーションが上がらない時、親友と喧嘩した時とかっていう人もいるかもしれないですよね。人間関係で何か揉めてる時っていう人もいるかもしれない。この自分のモチベーションが下がってしまう時っていうのを、書き出しをしてみてください。で今、4つ自分のね嫌いを知っていくっていうのをやったんですけれども、次何やるかというと、次はですね、今書き出したものありますね。自分の好きを知ると自分の嫌いを知るをやってきましたね。でそれを書き出したものを見て気づいたこととか感想を今度は書き出してみてください。どんなことに気づきましたか？こんなになかなかね自分と向き合うということって普段やってないと思うんですね。だから新しいことに気づいたり、いろんな自分の側面と出会っているはずです。だからどんなところに気づいたのか、そしてどう今感じているのかという、ね、感想も書き出してみてください。これがね自分を知るプロセスです。そしていろんなことにこの気づいていると思います。でその書き出しが終わったらですね、最後に私ってどんな人間なのか、私って〇〇な女だなとか、私って〇〇な人だなという形でこの〇〇に入るものをたくさん出してみてください。書き出したものから自分って客観的に見てどんな人に見えるのかというのを書き出していきます。そこでね、いろんなこと知れると思います。でもしも何かネガティブなものがたくさんねこの〇〇に入るなという人がいたらですね、本当はどうありたいんだろうとか、本当はどうなんだろうっていう今度質問を自分にしてあげて、そこを書き出してみてください。そして自分が幸せに生きていくためにはその〇〇にどんなものが入ったらいいのかなという視点でも見てみてください。そうすることによって自分の幸せに生きていくために必要な選択ができる、その道ができてくると思います。ネガティブなものがあってはいけないではなくて、知ることが大事なんです。でその上で自分が幸せに生きていくためにはどんな選択をしていったらいいのか、ここが分かっていくといいわけです。なので自分を知ることが幸せにつながっていくというのは、このちゃんと自分のね好きと自分の嫌いを知っていく、そうすることでこの自分自身を深く知る、こ
ことによって自分にとっての幸せというものが何なのかとか、どんな選択をしていったらいいのかとか、そういった方向にこのつながっていって、そういう幸せの道ができていきますね。なのでぜひまずはこの自分を知るということをやってみてください。幸せは自分を知ることから始まる、ね、このテーマに行きましたけれども、それに必要なワーク今日お届けしています。ぜひですね、一度動画を見てしまったら、自分のこう時間がある時にまたゆっくりやってみてください。で、やってみての感想をね、またコメントいただけると非常に嬉しいです。それでは今日の動画、これで終えていきたいと思いますけれども、この動画が良かったらいいねと、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。